こんにちは、スタイリストの山下俊です。今回の動画では大人の男性におすすめしたい定番的な名品ブランドをですね、皆さんに5つご紹介してみたいなというふうに思っています。まあ、世の中にはですね、いろんなブランドがあるわけなんですが、その中でもですね、デザインが定番的で僕たち大人世代に似合うようなブランドをですね、今回は厳選して5つ挙げてみたいなと思っていますので、ぜひ皆さん最後までお付き合いいただければなというふうに思っています。まあ、今日ご紹介する5つのアイテムに関しては、僕自身も愛用していたりですとか、あとは普段のスタイリングでもご提案することが多いんですね。どのブランドに関してもトレンド的な要素よりはですね、どれもですね、定番の方が強いブランドなんですね。まあ、こういった優れたブランドを知っておくことで日々のファッションというのがより楽しくなるかなと思うので、ぜひ皆さんにも参考にしていただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、分かりやすく解説しています。もう少し中級者的なアイテムですとかコーディネートに関しては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップ動画の方で解説をしてますので、よかったらそちらもですね、下の説明欄からリンクを貼っておきますので見ていただければなというふうに思っています。それでは早速いってみましょう。はい、それでは早速一つ目のブランドから解説したいなと思うんですが、一つ目はジョンスメドレーというブランドですね。このブランドはニット専門のブランドなんですけども、1700年代にですね、イギリスで創業したすごく歴史のあるブランドなんですね。まあ、ニットをですね、専業としているわけなんですが、デザイン自体はものすごくベーシックで、丸首のニットですとか、あとは V ネックニット、あとはカーディガンとかですね、こういったものを展開しているブランドになります。素材は秋冬に関してはニュージーランド産のですね、メリノウールを使っていまして、春夏はシーアイランドコットンというものを使っているんですね。どちらの素材に関してもかなりですね、品質のいいものを厳選して使っているので、とにかく肌触りがいいんですね。そして最大の特徴となっているのが目の細かさなんですね。まあ、30ゲージと呼ばれるような目が細かくてすごく滑らかな質感がですね、めちゃくちゃ上品なので、このジョンスメドレーというブランドはですね、結構ファンが多いんですね。まあ、様々なセレクトショップでも取り扱いがありまして、主にですね、ビームスなんかで見ることができるかなと思うんですが、まさにですね、大人の男性に似合いやすいニットを作っているブランドなのかなというふうに思っています。まあ、サイズ感に関してはすごくベーシックなんですね。まあ、トレンドのビッグシルエットというものではなくて、体に程よくフィットするような、まあ、ジャストサイズのものが多いんですが、主にジャケットのインに着るような丸首のニットですとか、あとはタートルネックですね。それがですね、めちゃくちゃ使いやすいので、ぜひ皆さんもですね、チェックをしていただければなと思っています。僕は結構ですね、銀座のジョンスメドレーのお店にお邪魔することが多いんですが、カラーバリエーションもめちゃくちゃ豊富なんですね。まあ、ベーシックなブラックですとかネイビーですとかグレーですとか、そういった色ももちろんあるんですが、シーズンカラーみたいなものも豊富なので、結構ですね、訪れるたびに新鮮なカラーというものが見ていただけるかなと思っています。正直ですね、丸首のニットといったらユニクロでも作ってると思うんですよね。パッと見ではジョンスメドレーのニットとユニクロのニット、そこまで明確な違いはないかなと思うんですが、実際に着てみると肌触りの良さですとか、表面の柔らかな光沢感ですとか、上品な雰囲気というところはですね、皆さんにも実感していただきやすいのかなと思っています。そして何よりですね、ジョンスメドレーの持つ長い歴史ですとか、生産背景なんかを知るとですね、より満足度が高くなってくるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、ジョンスメドレーのニット頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて2つ目のブランドなんですが、バブアーというですね、アウターブランドなんですね。こちらもまたイギリスの老舗ブランドなんですね。結構ですね、このような定番的で上質なブランドというのはイギリスに多かったりするんですね。特に多いのがイギリスで、あとはイタリアだとかフランスだとか、そういったところに老舗ブランドが多かったりするわけなんですが、このバブアーというブランドはアウターが強いブランドなんですね。中でもワックスドジャケットと呼ばれるような表面にワックスが塗り込んであるようなアウターがあるんですけども、これがですね、バブアーの代表的なアイテムなんですね。まあ、このワックスを塗り込むことで防水だとか防風機能というところが高まるわけなんですけども、このワックスの独特の風合いというところに結構ファンが多かったりするんですね。まあ、僕もですね、今から 7,8 年ぐらい前にバブアーのアウターを持っていたんですが、かなり質感は特徴的で、ちょっとヌメッとした感じで、長く使ってると少しずつオイルが抜けていって、その風合いが独特で、そこに魅力を感じるのがバブアーというブランドなのかなというふうに思っています。ただこういったワックスの塗ってあるアウターというのはちょっと取り扱いが大変なところがありまして、クローゼットにかけるときにもですね、専用のカバーにかけておかないと、やっぱり他の服についてしまうとベタベタしてしまうんですね。あとは電車に乗るときに周囲の人にくっついたりだとか、
あとは座席に背を持たれてしまうと、ちょっと座席が汚れてしまうような気がするので、結構気を使うんですよね。そういった不便なところもあって、今では僕は所有していないんですが、今ではですね、ワックスとジャケットだけではなくて、普通の生地のものも増えてるんですね。まあ、こういったものがより現在の生活にはフィットしているのかなというふうに思っています。バブアの中でも有名なモデルといったらビデールというものなんですけども、これはですね、男らしくて武骨な雰囲気が漂うようなデザインになってまして、僕自身もこのデザインはめちゃくちゃ好きなんですね。僕も買った当時はですね、かなり好きで何度も着ていたんですが、意外と女性からの支持が得られにくいアイテムなんですね。まあ、当時僕もですね、奥さんになんか作業着っぽくないと言われたりだとか、そういったことも少なくなかったんですが、これはですね、あくまでコーディネート次第で見え方は大きく変えられるのかなと思っています。まあ、こちらの写真のように内側にニットを着てみたりだとか、あとはシャツを着て第一ボタンまで締めたりだとか、このようにコーディネートでバランスをとってあげれば、バブアのちょっとした作業着っぽい男らしさというところを和らげながら、すごくですね、味のあるスタイルというところが楽しめるのかなというふうに思っています。まあ、このバブアはいろんなセレクトショップとコラボレーションをして別注のアイテムなんかを作ってるんですね。まあ、最近僕が気になっているのはエディフィスの別注バージョンのオールドビデールというモデルなんですね。これがですね、実物を見たんですけどめちゃくちゃ良かったので、今一番気になっているアイテムで、ちょっとこの後買ってみたいなというふうに思っています。どこか男らしくてなおかつ定番アイテムで長く使えるこのビデールというアイテムは、結構大人の男性にはおすすめのアイテムなのかなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて3点目のブランドなんですが、ループウィラーというブランドなんですね。このブランドはスウェット専門のブランドなんですね。特徴的なのは、今流行りのビッグシルエットとかそういったラインではなくて、めちゃくちゃ定番的なサイズ感で、なおかつデザインもものすごくベーシックで使いやすいんですね。僕の中でのループウィラーの定番といえば、グレーのジップ式のパーカーなんですけども、これはですね、一着持っておけばかなり長く使えるような名品なのかなというふうに思っています。ループウィラーのスウェットというのは、昔ながらの釣り網機というものを使って作られているんですね。この機械というのは最新のものではなくて、結構昔ながらのもので、1時間に1メートルぐらいしか編むことができないので、なかなか効率的ではないんですよね。今ではこういった機械を使ったスウェットというのはものすごく少なくなっているんですね。ですので、ループウィラーのスウェットですとかパーカーというのはすごく貴重なアイテムなのかなというふうに思っています。まあ、生地の特徴としてはスウェットの中でも結構肉厚なんですよね。そして生地にコシがあって、長く掴んでるとより体に馴染んでくるというところが最大の特徴なのかなというふうに思っています。そしてループウィラーのスウェットというのは丸胴ボディと呼ばれていて、このサイドにですね、縫い目がないので、より着心地がいいんですよね。生地の質感も良くて着心地も良くて、しかもデザインはとことんベーシック、それがですね、ループウィラーの最大の特徴なのかなと思っています。僕自身はループウィラーのアイテムというのは買ったことがないんですが、数年前に誕生日プレゼントで妻にですね、ループウィラーのパーカーを送ったことがあるんですね。やっぱりそれを見てるとすごく良くて、もう買ってから数年が経ってるんですが、今でも全く問題なく現役で活躍してくれてるんですね。決して今っぽいビッグシルエットのパーカーではないんですが、様々な着こなしの中に合わせがしやすいので、やっぱりですね、一つ持っておくといいパーカーなのかなというふうに思っています。ぜひ皆さんもですね、大人のパーカーとして頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて4点目はですね、インコテックスというブランドなんですね。このブランドはイタリアのですね、ボトムス専業ブランドなんですね。これだけで結構珍しい存在なのかなというふうに思っています。まあ、このブランドはいかにですね、足をきれいに見せるのかというところにとことんこだわったブランドなんですね。まあ、インコテックスにも様々なラインがあるんですが、日本人の体型というところをしっかりと考えながら、お尻の形をきれいに見せたりだとか、足をなるべく長く見せるような、そういったシルエットを作るのがめちゃくちゃ上手なブランドなんですね。まあ、いわゆるですね、美脚スラックスとして日本では有名なんですが、このブランドはファッションが好きな方であれば一度はですね、名前を聞いたことがあるのかなというふうに思っています。まあ、僕自身もですね、インコテックスのスラックスというのは今でもですね、何本か所有をしてるんですね。まあ、定番的なグレーのスラックスですとか、あとはネイビーのスラックスですとか、あとはスラックスだけではなくてカジュアルパンツもすごく優秀なんですね。まあ、流行りのビッグシルエットというよりは定番的な細身のものが多いんですが、その中にも程よくトレンド感を交えながら足が綺麗に見えるボトムスというのを作っているのがインコテックスというブランドなのかなというふうに思っています。特にですね、最近はビジネスカジュアルというところがだんだん一般化してきているので、ネイビーのジャケットにグレーのスラックスみたいな定番的なジャケパンスタイルをする方も多いのかなと思っています。そういった時にインコテックスのスラックスはものすごく形がいいので、皆さんのスタイルをですね、よく見せてくれるアイテムなのかなというふうに思っています。まあ、このインコテックスは様々なセレクトショップで取り扱いがあるので、ぜひ皆さんにもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、ラスト5点目はですね、靴のブランドなんですが、クロケット&ジョーンズというブランドになります。
こちらは1800年代にイギリスのですね、靴の聖地と呼ばれているノーサンプトンで創業したブランドなんですけども、熟練の職人さんが手作業で靴を作り上げているブランドとしてかなり人気の高い革靴ブランドなんですね。結構ですね、高級な革靴ブランドっていろんなところがあるんですが、その中でも僕が一番信頼しているのがこのクロケット&ジョーンズというブランドなんですね。まずは履き心地がめちゃくちゃいいんですよね。様々な靴の高級ブランドの中でも日本人の足型によく合っているのがクロケット&ジョーンズと呼ばれているんですが、僕自身も今まで3足購入してきたんですが、結構長時間履いていても快適なので、様々な革靴ブランドと比べてみても満足度はかなり高いかなというふうに思っています。クロケット&ジョーンズの靴というのはかなりたくさんの工程を経ながら丁寧に作られているものなんですね。中でもグッドイヤーウェルトという製法がありまして、これはですね200以上の工程があるんですが、そういった手間をかけながら丁寧に作られているので、一足買えばかなり長く使えるかなというふうに思っています。今回は僕の私物のクロケット&ジョーンズの靴を持ってきてみたんですが、これは今から 7,8 年ぐらい前に買ったものなんですけども、見ていただいても分かる通り全然まだまだ綺麗ですね。一回買ったら間違いなくですね、10年以上は使えるのがクロケット&ジョーンズの革靴なのかなというふうに思っています。革の素材もかなり上質で、一流のタンナーから仕入れたものを使っていまして、革の表情もすごくいいんですよね。とは言っても安い革靴と高い革靴でもそこまでデザインって大きく変わらないので、なかなか差が分かりづらいかなと思うんですが、革の質がいいものというのは長く使ってもですね、磨けばすごく表情が良くて、こちらもですね、柔らかな光沢感があってすごく上品な色合いになっているかなというふうに思っています。でもやっぱり安い革靴というのはどこか不自然な光沢感みたいのがあるので、あまり品がよく見えないんですね。その点こういったクロケット&ジョーンズの靴というのは長く使っていると良い経年変化というものが楽しめるので、一足持っておくのも悪くないのかなというふうに思っています。クロケット&ジョーンズというのは結構さまざまなモデルがあるのが特徴的なんですね。そして日本のさまざまなセレクトショップともコラボレーションをしているんですが、僕が今所有しているのはバーニーズニューヨークの別注モデルなんですけども、このローファーはですね、シルエットが気に入ってるんですね。ローファーって結構ですね、ブランドによってつま先のですね、この丸みが変わってくるんですね。例えばアメリカのオールデンだともう少しシルエットが丸みがあったりするんですけども、一方でイタリアのローファーになるともう少しですね、シルエットとしては細身だったりするんですね。一方でクロケット&ジョーンズのコインローファーというのは丸すぎず尖りすぎず、すごく絶妙なラインになってるんですね。このやぼったさのない綺麗なシルエットがめちゃくちゃ気に入っていまして、僕はローファーを買うのであれば圧倒的にクロケット&ジョーンズがおすすめかなというふうに思っています。さすがに値段は安くはないので、ぜひ皆さんには実物を見ながら検討していただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では大人の男性におすすめしたい定番名品ブランドですね、具体的に5つご紹介させていただきました。どのブランドに関してもトレンド色が強いというものよりは定番をですね、磨き上げたようなすごく使いやすいものが多かったかなというふうに思っています。どのブランドに関しても決して安くはないんですね。買うにはそれなりの覚悟が必要だったりするんですが、一回買えば少なくとも 3,4 年は使えるようなすごく使いやすいデザインが特徴なのかなというふうに思っています。もちろんファッションにはトレンドというものがあるんですが、その中でも今回ご紹介したような定番アイテムというのは長く残り続けるものなのかなというふうに思っています。今回ご紹介したものの中には僕自身が使ってきたものもありますし、まだ買ったことがないものもあるんですね。久々にこういったものを紹介しながら、僕もですね、ループウィラーのパーカー買ってみたいなとか、バブアのビデールを買いたいなという気分になったので、今後新調したらまたこちらの動画の中でもですね、皆さんと一緒にシェアをしてみたいなというふうに思っています。こちらのチャンネルではこれからもですね、大人の男性に向けてベーシックで使いやすいアイテムをどんどん紹介したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。